どうも、キスケです。本日は12月25日月曜日、平日ですね。はい、まあ、ちょっとそういう冗談は置いといて、まあクリスマスですよ。でクリスマスなんで、まあ予定もないし、皆さんにねささやかなプレゼントをあげようかなっていう、で何がいいかなって考えた時に、やっぱ今身勝手がやっぱ一番強いよね。だからその身勝手を一方的にボコれる戦術ってやつをマジで教えようかなと思います。はい、ちなみにこれに気づいてる人結構少ないと思うよ。結構っていうかもうほぼいないと思う。そんなことやらへんもん。はい、ということで、まずウルトラ身勝手を用意してください。で、画面をタップします。はい、ということで見事ウルトラ身勝手をボコボコにすることができましたあ、終わりっすよ。あ、これだけっすよ。この1本だけのネタ動画っすよ。はいいや、マジクリスマスに何やってんだよ。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。はい。まあ、クリスマスにね、PVP やってるやつなんで、ろくなやつおらんから、はい。投げ倒していきましょう。完全に、あれですけどね、ブーメランになるけど、まあでもあれっすよ。クリスマスにこんな動画見てるおめえらも一緒やからな。今ちょっとドキッとしたでしょ。おめえらも一緒やからな。分かってると思うけど、さあ対戦お願いします。同類やからね、マジで。合わさった、おっしゃったおっしゃった。はい、どんどん。いやー、これ剥がれそうやな。あー、オッケー。ちょっと一発遅かったんじゃない。蹴りをつける。でー、強すぎクリスマスにこれは気分が悪いで、気分が悪い。どうも皆さん、おはこんばんにじんはおどんじゃーです。あー、最速か。いやー、やっぱバーダック火力高えなー、マジで。死ぬ死ぬ死ぬ。オッケー、覚醒だ。パンチ、オッケー、シュー。はい、シュー。シュー、シュン。いやー、悪くないっすね。はい、必殺圧。まさかの有利属性で受けてくれた感謝です。なんだ今の、うますぎー。剥がしてるよ、皮は不滅剥がしてるよ。クリスマスに突っ込んでくんじゃねえよおめえ。おいとん、俺んところにサンタさんは来ないんすか、マジで。意味わからんちば、マジ。なんだよ、これ。クソゲーオブザイヤーやんけ。今年なくなったけどね。マジクソゲーオブザイヤーやん。最悪。通常、危な。はい。ナイスー。いや、出してくるね出してくるね。オッケー、おー、おいしい。いやー、うまい。さあ、ラスト、シューシュー。オッケー、感謝です。
クリスマス勝利です。さあマッチングしましたということで、劇場版パーティーですね。対戦お願いします。ご飯からでいくか。はい、お願いします。マゼンタのトツだけ高えな。赤4トツですね。はい、まあでもね、相手に教えてあげましょう。ちょっと古めのキャラクターなんてもう身勝手の餌だったっていうことをね、ちょっと教えてあげます。ガンマも確かに強いっすよ、けどそれ身勝手でよくね。もうそういう環境になっちゃったから。はい、対戦お願いします。いっちゃっとるかい。怖っ。あー、残念。はい、オーケー。シュー。残念。次から突っ込むか。多分バレてるよね。さあドラゴンボール吐き、つらい。ただでさえドラゴンボールないんやからさ。おめえちょっとは勘弁してくれよマジで。はい、あーん、この至近距離はおめえ返せないだろう。はい、 OK。 シュー。さあこれバーダックいいよ。はい、こっからクリティカル発生率が上がります。いいね。必殺アーズまでつながるのはいいよ。あちら、はい、ナイス。うめえ。うめえです。いっちゃやるかい。別にこれ必殺アーズじゃなくても良さそうやな。思いません？これでいいや。特殊カバチに向こうついとったんでね。これでいいや。ダーン。こっちの方がまあダメージはたまるね。オッケー。ダゲガン勝っていく。オッケー。はあ、また。もう多いって最速、もう速圧やな。し、あー、コアブレイカー早いね。ガンマの攻撃そんな食らっとったか。はい、キリ。あーマジか。ただライジングじゃなくてよかったわ。うん、ライジングじゃなくてよかった。オッケー、全然変身せえへんね相手、もったいなくね。オッケー、苦手です。はい。これは、全然間に合います。アーツが。相手カバチェン出てこれないんで。これね、カバチェン無効にしたとしても、カウント10カウントつくんすよね。それ覚えてれば、こんなもんです。トンです。トン。パンチ。パンチ。これまた最速やろ。あ、違うか。よかった。セーフ。はい、バレてる。わかってますよ。絶対見てくると思ったわ。はい。
一回アーマーキャンセル成功してるからそのまま突っ込むのが多分一番強いと思います。はい、あー最悪マジかよ、だるはい、キリ行くぜ、あー中距離打撃ゴミ、マジゴミンゴはい、あざっす、やれセルマックス、有利属性に入っちゃうのマジきついけどねマジきついやけど、オッケー、はい、シューあざしたー良いクリスマスを